さあそれでは参りましょう。内四駆スプリング2020東京大会1、まずは1コース、マキチ M4WD。 マシンはアバンテマーク3ノブレスオブリージュ、ブラック、ブルー、ホワイトのカラーコンセプト。このイメージカラーがサンドイッチタイヤにも貫かれています。続いては2コース、枝村アット A ワークス。マシンはワークス緑、低く構えたこのボディが安定感を醸し出してます。そしてこのボディ、左右の大胆なカラーリング切り替え、独創的ですね。続きましては3コース、上り竜の O。 マシンはビークスパイダー、スモークボディに実光ステッカー、そしてその下に隠されたメタリックブルー。明るいところも暗いところも、どんなところでも存在感あります。続いては4コース、アサーさん。マシンは桜模様のマンタレイ、大きな花びらがあしらわれています。さあいよいよ今日ここで開花宣言しちゃうのか。そして最後は5コース、フェスアット HMB ナンバー4。メタリックブルーの奥にミライトの光が輝いています。マシンはポリカネオトライダガー ZMC。 それでは5名の選手、スイッチオン位置についてシグナルに注目。内四駆スプリング2020東京大会1優勝決定戦スタート。おっとスタート直後のグローリーブリッジ、3コースビッグファイヤーコースアウト、これは悔しい。さあそして1周目トップで戻ってくるのはどのマシンだ。5コースだ。2周目に入って5コース、4コース、2コース、3コースの順番。そしてスローイン上りからのレーンチェンジ、ここも気をつけたいところ。さあレースは3周目に入るところだが、とここでトップ5コースバランスを崩した。グローリーブリッジの着地なんとか戻りましたが、その間に順位は変わって、トップは今4コース、そして1コース、2コースの順番だ。3台がぴったりと並んでいる。レースはいよいよ終盤、4周目に入ったところ、ここでじわじわ上がってきたのは5コースだ。そして今再び逆転、トップに立ちました。そのまま4台のマシン、ファイナルラップに突入。あー、ここで5コース、トップのマシンコースアウト。今度ばかりは耐えきれなかった。そして今トップを走るのは4コース、マンタレイだ。そのマンタレイ、アクセルターンを抜けて今ゴールイン。おめでとう。続いて1コース、2コースもゴールイン。優勝は4コース、アサーさん、桜模様のマンタレイ。1コース、マーキチ M4WD。 第3位は2コース、枝村アット A ワークス。どのマシンも素晴らしい走りだったぞ。